こんにちは、Dさんです。今日なんですけれども、こちらのジムに筋トレ女子さくらちゃんにお越しいただきました。はい、で今日はですね、いろいろコラボの動画を撮りまして、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。で、このさくらちゃん、TikTok とかでもすごく人気で、インフルエンサーとしても人気急上昇中なんですけれども、まださくらちゃんのことをですね、知らないという方たくさんいると思いますし、僕も正直そんなにまだ分かってないんですよ。大会のこうブースとかでちょっと挨拶するとか、それぐらいの関係で今日初めてコラボしているんですけれども、まだあまり分からないところがあるので、さくらちゃんっていうのはこういう人だよっていうのをですね、ちょっとインタビューをしていきたいと思います。ツイッターとかをよくやってる人だったら見たことあると思うんですけど、なんか馬のお面かぶって車引っ張ったりとか持ち上げたりとか、砂浜でなんかアブローラーやったりとか、俺も最初それ見た時、この子何みたいな。あの時まだ女子高生ですよね。そうですね、高校生の時にやりました。こういう子がいるんだ、世の中には変わった子がいるなと思ってて、でサイヤさんの妹キャラみたいな感じで、はい、動画に出始めたんですけど、もともと筋トレ、ウェイトトレーニング、女子高生がやるなんていうのは、もう僕は想像がつかないんですけど、なんでそれをやろうと思ったんですか？彼氏と元彼別れて、はい、ちょっとしてた時に、すごい暇だなみたいな、別に出かけることもそんなにないんで、はい、簡単に言えばでもダイエットですかね。でちょっととりあえずジム行ってみようみたいな、はい、そうするとなんか自営のジムだったんですけど、周りのおじさんとか結構フレンドリーな方が多くて、はいはい、やっぱ教えてくれるんですよね、はい、でなんかだんだんハマってっちゃったみたいな感じです。それでちょっとデッドリフトやってみようかなってなっちゃったんですか？はい、はい。周りのそのジムのおじさんとかは、はい、デッドとか、まあ、いわゆるちょっとガチ勢みたいな人が多かったんですか？そうですね、市営だけど、はい、結構マッチョな方も多くて、はい、軽くやってると、はい、もうフリーベッドに女の人も少ない感じだったんで、行ってみようって行くともう声かけてくれて、はい、教えてくれるみたいな。それはいつからやりだしたんですか？多分高3とかそんくらいですかね。すごいな。車上げて持ち上げてみようとか、何がきっかけでそういうことをしようと思ったんですか？ふとこれやったら面白いかもみたいな、やってる人もいないじゃないですか。いなかったです、はい。面白いかもしれないなと思って、最初は完全顔隠すみたいな。あ、そうですね、本当でも顔出しあんましたくなくって、はい、本当は、はい、ずっとしてなくって、こぐアブローラを作って、はいはい、やってたなそれ、はい、見ました。はい、でそれをサイヤマンさんにプレゼントしたんですよ。そしたら一緒に動画撮ってくれないかってお話いただいて、はい、それで最初全隠しでもいいよって言われてたんですけど、はい、じゃあマスクだったらって言ってマスクで出て、はい、そこから顔出しするようになって、でその時はもうじゃあずっとマスク顔出しにしようって思ったんですけど、その後にテレビの出演のオファーが来て、テレビだと顔出さないといけないじゃないですか、はいはいはい、全部出すってなっちゃった。たまーに出てますよね。はい、で今はもう SNS ではマスクで活動しているような感じですか？そうですね、基本はマスク。やっぱりその車引っ張ってる動画とか、ああいうのがきっかけでバズった。あ、そうですね、車持ち上げるやつ、高校生、はい、制服で、はい、あれが多分一番最初のかな。そこから皆さんに結構見ていただいて、はい、感じです。単純なことを聞くのを忘れました。だその時が女子高生でして、あ、そうです。今は年齢はおいくつなんですか？今二十歳です。今年21の代ですね。ちゃんと早生まれなんで。あ、はいはい、はい、3月生まれなんでもうすぐ21になります。今は結構 SNS を中心に仕事もしつつ、はい、まあ、ちょこちょこっとSNS もやりながら、はい、SNS で、まあ、そういうなんかインフルエンサーの活動以外にも、うん、なんか他に仕事とかをしてるんですか？あ、そうです、普通に接客業。え、そうなの？あ、やってます。え、知らなかった。で、たまにバイトとかで塗装、そんなガチな感じじゃないですけど、はい、塗装とかやったりとか、はい、っていうのたまに。あ、そうなんですか？なんで結構、はい、逆に接客業知らないで塗装の格好で、うん、たまにストーリー上げてたりとかがあるんで、メイン塗装だと思われたりするかもしれないです。ぶっちゃけ SNS だけでも生活はできますよね。どこだろう。
インフルエンサーの活動もしながら、まあ、仕事もたまにやって、はい、まあ、ズバリ筋トレやってる人は知りたいと思うんですけど、大会とかは出たりしないんですか？大会は出てみたいなって気持ちもあるんですけど、はい、めちゃくちゃ緊張するタイプなんで、はい、人見知りだし、はい、なんでもうそこで葛藤してます。その大会出るとしたら何の大会ですか？そのボディメイクコンテストか。あ、そうですね。あ、そっちの方。結構パワー出ないのとかも聞かれるんですけど、はい、パワーも見てるの好きなんですけど、はい、自分が出るってなるとパワーはうんって感じなんですよ。あのデッドリフト結構さくらちゃんやってるのを SNS で見るんですけど、それ以外にベンチとかスクワットとかも結構やるんですか？そうですね、時々、まあ、ベンチは最近あんまりやってないですけど、スクワットはちょこちょこ。でもベンチめっちゃ弱いです。マックス60いやけど、それ女の子でマックス60だったら相当強いんですよね。本当ですか？はい、いやでもなんかやっぱ SNS 見てると強い女の子いっぱいいるんですごいなって思いながら。スクワットはマックス何キロ？スクワット110キロです。おお、でデッドリフトが150です。ああ強いですね。パワーよりだったら、まあ、出るんだったらボディメイク、ボディメイクの方が興味はあります。ビキニとかフィギュアの方が興味あるんですよ。いけるんじゃないですか？本当ですか？うん、いやでも絞ったらちょっとなくなっちゃうかもしれない。いやいや、最近は北井さんのパーソナルとかもなんか言ってたし、はい、北井さんとか大会出ろとか言われないですか？あ、出ればいいじゃんみたいな言ってくれます。1回のトレーニングっていうのは大体何分ぐらいなの？1時間半から2時間くらいですか？あ、結構やってますね。そんくらいだと思います。週何ぐらいトレーニングしてるんですか？週5前後、はい、めちゃくちゃトレーニーじゃん。前はでも収録とか7行く時もあったりとか。じゃあもう本当にトレーニングが趣味みたいな感じ？あ、そうです。もうですか？それ以外の趣味とかは逆にあったりしますか？結構他の趣味聞かれるんですけど、トレーニングしかしてない気がします。 あれは結構上げてるじゃないですか、車とか。あ、車もでも好きです。今はでも全然乗ってなくって、あとバイクとか、はい、バイクも250のホーネット乗ってて、はいはい、で車も最初ビート、はい、あのちっちゃいやつ乗って、アリストのマニュアル乗せ替えしたやつをアリストマニュアル乗せ替えたんですか？はい、をしたやつを、はいはい、乗ってたりとか、はい、でも最近は全然乗ってないというか、はい、もう普通に車違うのに変えちゃったんで乗ってないんですけど、詳しくはないけど好きです車は。でも本当はシルビア乗りたい。それ動画にしたら面白そうですね高くて、とりあえず車はちょっと落ち着いてます。今はマイクロのなんかアンバサダー。あ、そうですね、言ってましたよね、はい、じゃあマイプロテインとかで飲んでるサプリメントっていうのは何飲んでるんですか？はい、マイプロテインはプロテインと EAA ぐらいです。あんまりサプリ取らないですかね。必要なタンパク質量を取って、はい、まあ、あとは食事から取るような。そうですね。でこれからもさくらちゃんどうしていきたいとかあるんですか？どうしていきたい？ゴリラになるそんな真剣な眼差しゴリラになる。いやでも大会はまだ出るか分かんないですけど、はい、まあ、でもとりあえずもうすぐ減量入ろうかなと思ってるんで、はい、一回ちゃんと絞り切ったことがないんですよ、はいはいはい、腹筋割れるとかは全然あるんですけど、はい、もうその先が絞ったことないんで、とりあえず夏までに一回絞ってみようと思って。おお、絞っていく段階でなんかね、はい、いい大会とかがもしもあったらね、はい、そういうのも挑戦すればいいと思いますし、はい、それでいい感じかなと思ったらもしかしたら出るかもしれないし、うん、って感じです。もう今ね、あの本当に SNS で人気急上昇中なので、まあ、皆さん知ってると思うんですけれども、まあ、どういう方なのかということをちょっとお話をお伺いしました。はい、YouTube もインスタも Twitter も TikTok も全部やってるので、はいはい、ぜひぜひチェックしてみてください今彼氏はいるんですか？いないです。彼氏も募集中だそうですどんな男の人が好きですか？半間裕次郎真面目に答えると、はい、なんかよくマッチョじゃないとダメなんですかとか聞かれるんですけど、はいはいはい、でも別にそこはどっちでもいいなって思います。なんか一緒に、まあ、トレーニングできたら楽しいなとは思いますけど。年上と年下はどっち？あ、全然年気にしないです。一番年離れて何歳ぐらいつけたことあります？1歳上とかしかないですけどけど全然付き合いますね。上でも気になったら全然年は気にしないです。ということで、さくらちゃんありがとうございました。ありがとうございます
on the porch making too much